ちゃん。もうちょっと頑張ろう。よいしょ。死にたいわ。まずもうちょいしたらさ、ちょっとストレッチだけやってもらっていいですかね。姉ちゃん、なんだ？食べた？食べた？あ、ちょっとよ。よし、よし、たまったわけだ。そりゃ、冬のタイヤで見た、変えた。まだまだまだ、見てない。変えといた方がいい。まだ知らない。うん、1月ぐらいじゃない。もし、まあでも早いと12月末とかに行くけど。始まってくらい来ない。ね、確かにね。去年だって0度とか1度とか2度になるよ、最低気温。今？いや、今は違うけど。こうもうちょっとしたらでしょ。明日、火曜日、水曜日は3度、2度、2度、4度、2度、0、1、2。ちょっと、0とか1度の時に下げてたらさ。まあ確かに凍結する。凍結しちゃうからさ。あの、絶対中古のやつが安いと思うよ。中古、中古のタイヤさ、港区かなんかのあたり、南区かどうか。ネットではないの。ネットでもあると思う、探せば。でも分かんなくない？こういうやつは、めっちゃ近いからさ。なんだね。まあ、ね、はい、よしだけど、うん、ちっちゃうんでないじゃん。どうしよう。どうしよう。いいでしょう。上手でした。今のテビューとか終わった。どれでしたっけ？リンゴもしてない。美味しいやつしかない。午前中には天眼してた。天眼はさ、ちょっと聞いた。長さ。天眼天井さん。あれ、ワンクリーンとインターフェロンとパワープロと、あとあらヒアルロン酸。あ、いい。はい。それあと背中のテープを。